では再開していきます。狼絶景版実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチーです。前回は竜宮に到着し、水流様の体内にて竜玉と、キツネクダ入手しました。ただ竜宮の使いのもの、あ、竜宮じゃねえや、卑弥呼の使いという名目で、つづらおが、なんと竜宮までやってきていまして、キツネクダ前から欲しいって言ってたので、尼子があげちゃったところ、なんと暗黒寺に帰ったつづらおを襲っている何者かを映す謎の映像が、竜玉から謎の映像がね、出てきたため、暗黒寺に急いで向かうところです。急げシャチマル、行くぞ、急げ急げでだよ。まあ、急ぐと言ってもだよ。なんかこれいろいろ島あるね、本当に島だらけだね。暗黒寺ってそれどっから行けばいいんだ、どっから行けばいいんだろう。これこの辺から行けないかな。この辺でシャチマルから降りて、バイバイシャチマル、どうせお前そこにいなくなるんだろ、破産橋行くんだろ、分かってんだよで、こっち行けば西安橋の方に行けば行けるんじゃない。まだ希望は残されてるって言ってたしね。暗黒寺に急ぎましょう。お、つづら王、なんでそんな透明なの、手招きしとるし。あ、ボインね、消えた？なんで？どうしたんだよ。なんか薄くなってる。え、なんか大丈夫？つづらを大丈夫？手招きしてる。超怖え。待ってよ、ボインね。こっちへ来いってことか？れえ。でもこの後ろだったよね。暗黒寺の中ではないし、なかったような。そうそうそう、そっち行ったよね。あの札どうしたんだよ。あの敵に。またかよ、おいらたちはどこへ連れて行こうって言うんだ。あの札投げてたやん。あの札でなんとかできなかったの。あれ。壁の中？アマコ、今の見たか？ボイネが壁の向こうに。壁の向こう。お、すげえ、透過してる。え？まさかこんなところに隠し通路があるなんてな。糸から風が吹いてきやがる。この井戸は間違いなくボイネの元へ続いてるぜ。アマコ、急げ。考える前に飛び込めねってな。飛び込め。お？え？こんなところに死体が転がってるぜ。ずいぶん長い間野ざらしになってたのか？すっかり白骨になっちまってら。それにしてもこの服どっかで見たことねえか？え？見たことあるよ。でも白骨化するレベルってことは、違うよね。え？え？西安橋？しかも、あれ？ここは卑弥呼姉の神殿じゃねえか。どうして暗黒地からこんなところに通じる横穴があるんだ？え？卑弥呼のところ？あ、卑弥呼様、卑弥呼様、おい姉ちゃんどうしたんだ？気失っちまった。え？マグマはどうなってるんだ？いや、マグマはあるぞ。こんなところを抜けてったのか？え？つづらおはどうなったの？あの死体も何だったんだ？おい、卑弥呼ねえ、大丈夫か？ちょっとセーブしてきます。おい。あ。誰？つづらをいる。
おい、なんだい、なんだい、ありゃ。こりゃ、ひみこねえ、ひみこねえ。ひみこねえが、死んじまってる。恐ろしや。身の丈十丈ほどある化け物が現れて、千里水晶の結界を破ってひみこ様をあのようなお姿に。ボインネイ。化け物ってさっき暗黒寺でボインネイに襲いかかってた、あのでかい怪物のことか。我は恐ろしい。都の民を苦しみから救うため大事戦と立ち向かっていた恩敵妖魔、その狩猟があのように強大な魔物だったとは。あれほどの妖魔、いかに抗おうとも人間の力では、脆弱な人間の力ではかなうはずもない。くそ、ひみこねえ、千里水晶の結界があれば大丈夫だって言ってたのに、なんでこんなことになっちまったんだ。甘子、どっち向いてやがんだい。ひみこねえが死んじまって、お前悲しくないのかよ。どっち向いてる甘子、つづらを、アマテラス殿、これは一体どうしたことか。甘子、お前何やってんだ。もしや妖魔の術にかかり正気を失ってしまったのでは。何を、漢字財菩薩教、あ、ごめん、読めん。漢字財菩薩、狂人、般若、ハラミッタジ、証券、合間、行く、土一彩、苦役。シャリシ、行き、皮膚、行く、空腹、行き、色即、ゼク、空即、ゼ式、修造、上行式、薬部尿勢。ごめん、わかんねえ。あ。こいつ人間じゃねえぞ。なんだおい。ボインね、その顔はなんだ。クックックッ。お、目が。クカカカカ。まあ、茶番をあまり引っ張るのも興ざめだろう。アマテラス、やはりお前は食えねえやつだ。水流の餌にしてくれようと、沖合の宝物船に誘い出すも、水流から逃げ放せたばかりか、秘宝を打ち出の小槌を手に入れ、都に仕掛けた毒の霧まで晴らしてしまいよった。そして我が城塞、鬼ヶ島を攻め落とさんと探りを入れ、ついには竜宮まで出向いて水流さえ手なずけるとはな。ボインネ。しかしその水流が海の木図と消えた今、我が城の結界は盤石。何より卑弥呼がこの通り、屍となっては、鬼ヶ島の現れる場所を知ることさえできまい。くくく、それにしても、つづらおとかいう二層になりすまして卑弥呼に近づいたが、こうもたやしく千里水晶の結界を破る好機が巡ってこようとはな。浜子、こいつ一体。すべては水流に奪われた我が獲物。陽気キツネクダが我が手に戻ったればこそだ。アマテラス、お前も愚か者よ。水流が乱心してまで抱え込んでいたこの容器をむざむざ手放し、この妖魔王に失われた妖力を呼び戻させてしまったのだからな。あれ、こいつ、キツネ、化けキュービ、キュービだった。まさかこいつが妖魔の狩猟、妖魔王、化けつづらを、あ、キュービじゃなかった。でもつづらをって、つづらをって赤くんだ。この狐管を手にした我の前に、千里水晶の結界などガラス同然。慌てふためく卑弥呼の最後、貴様らにも見せてやりたかったわ。ついでにこの水晶玉もいただいておくか。またつまらぬ輩が我に立てつくことがないようにな。お、飛びちゃった。そしてアマテラス、お前をここで始末すれば、我ら妖魔の天下がやってくるというわけだ。リオーのおっさんが見せてくれた流玉の託戦は、このメギツネ野郎が本物のボインネイを食い殺した過去の映像だったんだ。あー、なるほどね。チキショウ、うまい具合に今まで容器を隠してやがったな。その上、ひみこねえまであんな風にしちまいやがって。でも鬼ヶ島の現れる位置なんか知る必要はねえ。今ここでてめえを鬼ヶ島へ帰れなくしてやるんだからな。騙しやがったな。おら、マコも怒ってるぞ。せっかく背中に乗せてやったのに、せっかく背中に乗せてやって一緒に沈没船探索したのに、この野郎。怒りの一線食らわしたるで、いてうれ、許さんぞこの野郎。俺、痛い痛い、うれ。でも人型は人型のままなんだね。なんか側転みたいにしてる、これ。うわ、剣、あ、今一線、こんな野郎。
ほら、これ避けるのうまいよ。地味に避けるのうまいよ。これ終わりか、もう終わりかよ、魔王。ほら、こんの野郎め、何がよ魔王じゃ、吐き出したぞ。よーし、甘子、右爪の野郎は虫の息だ。このまま一気に畳みかけるぜ。おいでい。キツネクダの力があるのか、まだ。1、2、3、4、5、6、7、8？ おーわー。9尾なのか ?8?8 本 ?9 本。おー、真の姿を表したってか。ボロ畜生め、調子に乗るな。貴様ごときに使う力ではないが、龍魔王の本領、ほんの少しだけ味わってみるか。えらい。ちぃ、こんな窮屈な部屋では満足に暴れることもできないわ。部屋の狭さに救われたな、田舎狼。だがもはや貴様らにただ一つの希望さえ残されてはおらぬ。我は今より鬼ヶ島へ戻って龍馬軍の兵力を立て直し、じっくりとこの世を染め滅ぼしにかかるとしよう。くかくかくか、行っちゃった。ボロボロだよ。寸出のところで妖魔王を取り逃したアマテラス。本性を表した妖魔王の妖力はアマテラスさえひるませるほどじゃった。そしてアマテラスと一寸の心に深い悲しみだけが残された。鬼ヶ島の現れる場所を探るため祈祷を続けていた女王卑弥呼。その卑弥呼が妖魔王の手にかかり尊い命を散らしたのじゃ。水流、そして卑弥呼、鬼ヶ島へ渡るための導きがことごとく消え失せ、今やアマテラスたちにはただ一つの希望さえ残されておらんかった。そう諦めかけてたその時じゃ。なんと妖魔王が吐き出して血だまりに転がる千里水晶に、死んだはずの女王卑弥呼の姿が浮かび上がったではないか。これは夢かと目を疑う一寸に卑弥呼は優しく語り始める。鬼ヶ島が現れる場所を探ることは波の力では到底成し得ない。だから己が自ら魂となって千里水晶に乗り移り、妖魔王の妖力を利用するためその腹の中に埋め込まれたのだと。アマテラスが妖魔王にキツネクダを与えたのもそれを知ってのことじゃった。すべては卑弥呼の計り事だったのじゃ。そして卑弥呼の思惑通り、千里水晶は驚くほどの力を蓄え、ついにその写し絵に御敵妖魔軍の城塞を暴き出した。日の入りとともにたちまちその場所を変える神出鬼没の鬼ヶ島。千里水晶が予言したその島の現れる場所とは、両島原の北西の海岸、天保岬の沖合じゃった。鬼ヶ島は次の日の入りが訪れるまでのたった一日だけその天保岬に現れる。それがアマテラスたちに残された最後の望みじゃった。それを写し終えた途端、千里水晶に映る卑弥呼の姿を深い亀裂が引き裂いた。強大な妖力で妖魔の城塞を暴いた代償に、千里水晶はその寿命を使い果たしたのじゃ。そして卑弥呼の魂もまた千里水晶と共に果てる運命にあった。千里水晶はまばらい光を発して砕け散り、卑弥呼の魂はその光の吹雪に包まれながら静かに天へと昇っていった。アマテラスたちの行く道に幸多からんことを祈りながら。甘子、鬼ヶ島が消えちまう日の入りのまでの時間が、もう時間がね、卑弥呼姉が命をかけて教えてくれた作戦。絶対に無駄にするわけにはいかないぜ。鬼ヶ島の結界を破れようが破れまいが構うもんか。天保岬を目指して突っ走れ、甘子。オッケー、行ってくるよ。
ひみこね、バカ野郎、死んじまったら意味ねえのに。ああ、まさかね、アマコもこうなることを覚悟の上でキツネクダを渡したんだよね。そう書いてあったよね、さっき。アマコも卑弥呼姉がその法力を使うためにはもう魂を封じる必要があると。だからつづら王の正体を分かって やったんだね、アマコも。お前大丈夫？天保岬を目指して突っ走れ、オッケー。そっか、これはあれかな、どういった方が近いんだ？あれか、ちょっとあれかな、こっち行った方がいいか。あ、おい、早くしないと日が暮れちまう。あー、そういうこと？あの、エリア的にはさ、あっちの方が近いと思ったんだけどな。暗黒寺に戻った方が近そうに見えたんだが、そうでもないのか。どいたどいた、つづら王様、やっぱり敵だったのか。ちょっと残念。なんとなくね、そんなような気がする場面とかたくさんあったけどね。なんとなくね、やっぱりなんか敵っぽいなって思う場所は結構ありましたが、いざね、実際本当に敵だと思うと結構心に来るものがあるよ。いやー、まあでも本当のつづら王は多分きっといい人だったんだよ、きっと。本当のつづら王さんはきっとね、いい人だったんだと思うんだけど。まあ、結構、どのぐらい前に白骨化してたって書いてあるから、結構前にやられちゃってたのかな。あれ？なんで開いてないの？あ、開いてる、開いてる。犬っころ、お前どうやって都に入ったんだ？この警戒体制で通れる者などいるはずがないのだが、まあ犬一匹くらい見逃してやるから、お前そのとぼけ面じゃ妖魔が化けてるってこともないだろう。あー、つづら王が化けてたのがバレちゃったのか。そりゃみんなびっくりするわな、あんだけ信頼してた人が。しかも卑弥呼様もやられちゃったし、国中大混乱だよな、こんなんじゃ。煙が、なんかすごい煙が出てる。とりあえず岬に行こう。壁紙を使って登って、いやー、ちょっとね、マジでね、つづら王様がね、死んじゃってたっていうのがね、割と心に来てるんだよ。ちょっとね、心に来て結構テンションが今下がっちゃってるわ。よし、来たぞ。わかめねえ。おう、アマテラス殿。よ、わかめ姉ちゃんじゃねえか。よくこの場所がわかったな。卑弥呼殿が今和に残した底知れぬ無念の情、遥か竜宮にも届きました。ご覧あれ、今まさに海の彼方へと沈みゆく太陽を。日の入りとともに鬼ヶ島は再び、どこかへその場所を移すでしょう。今を逃せば、この次いつどこに鬼ヶ島が現れるか、それを知る術はありませぬ。そりゃそうだけどよ、若め姉ちゃんよ、島の位置は突き止めてもあの結界を破るのは、あいつる水流が死んじまった今どうすればいいんだ。一寸殿、水流様は操るものではありませぬ。前例を込めて流玉に祈りを捧げ、この身にその力を借りるのです。アマテラス殿、竜神族の長たるこの乙姫、今より竜神に転じ、幽閉を隔つ壁を破りて、ここに天にかける神教となりましょう。わかめねえ、今度はあんたが竜神になるのか、水流様になるのか。おお、でっかいぞー。
おお、橋になってくれるの？あ、うわー、それは痛くないか？それはめっちゃ痛くない？そのビリビリしてるとこ超痛そうだけど大丈夫？さあ、マテラス殿、我が命尽きぬうちにここをお渡りくだされ。よっしゃ、あわかね姉ちゃんすぐ戻るから辛抱していってくれよ。あまこ、残念ながら、ダチンのきびだんごはねえが、一匹狼の鬼退治としゃれこもうじゃねえの。行ってやろうぜ。一匹狼の鬼退治た、行ってやろう。桃太郎はいねえけどな、犬猿キジの犬だけだぜ。大丈夫大丈夫。あまこはなんだって狼様だから。いろんな人の犠牲があったとはいえ、ここまで来たぞ。あまこを一つ言っておくが、今回はどこかで卑弥呼姉が見てるかもしれねえんだ。腹下手だの、催しただの、わがまま言って聞き返すのはなしって約束しな。もちろん大丈夫。よし、その言葉は忘れるんじゃないぜ。真骨頂はいっぱいある。真骨頂いっぱいあるよね。あるよね。あるよね。真骨頂俺一個も使って、一個しか使ってないもん。いっぱいあるよ、真骨頂。なんならお守りだっていっぱいある。なんなら黄金の桃7個もありゃ。十分十分。いけるいける。胃袋2個満タンにしてんだ、こっちとら。大丈夫か？大丈夫か？何やってんだ、甘子。わかめ姉ちゃんの気が散るから、やたらに近づくんじゃねえ。めっちゃ汗かいてる。めっちゃ踏ん張ってくれてる。え？マグマ？おっと、早速物騒なもんがお出迎えてきたぜ。勢いよく煮えたがってやがるが。まあ、溶岩なんぜ今のお前には水と大した変わんねえだろ。ジャブジャブ泳いで未遂芸でもピューってなもんだぜ。え、そうなの？はい。あれ？まあ、いい、水と変わんねえって。え、でも水鏡は使えないぜ。あれ？水鏡は使えんぞ。これどうやって行けばいいんだ？ん？水と大して変わんねえ。ジャブジャブ泳いで水芸でもピューってなもんだぜ。ジャブジャブ泳いで？水芸？え、水鏡じゃないでしょ？あれ？どういうこと？水と変わんねえって言われてもな。あまこ泳げるけど。あ、水鏡できる。びっくりだよ。すげえな、これ。すげえとこ来ちまったよ。溶岩だらけ。よし、行くぞ、鬼ヶ島。こんな野郎、ぶっ潰してやるぜ。でけえな。この辺もまあぶっちゃけ変わんないんでしょ？変わんないって言われてもね。とまあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回のパートでまたお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。